おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ちょっと珍しい動画となっておりまして、マックスさんといつも僕らがお世話になっている2代目エドさんと田原飯さん、こちらお二方の店主と高知に遊びに来ておりまして、ただいま四万十におります。デカ盛りをいただきたいと思うんですけれども、今回お伺いしたお店はこちらでございます。お食事処一文屋さんでございます。高知のね、郷土料理をいただくってことなんで、僕もね、ちょっと詳しくまだ分かってはないんですけれども、早速食べに伺ってみようと思います。改めて今回は高知のね、名産品だらけなんですけど、まず真ん中がサワチ料理という、この高知ではね、よく親しまれているこの豪華なお皿らしいんですけれども、いろんな種類のね、食材を大皿に持ってこう皆さんで食べるような、結構ね、贅沢、いわゆるおせちみたいな感覚で食べる料理らしいんですけど、それが一つに、土佐のカツオですね。これも新鮮な高知のカツオで、こちら見て、うなとこれも高知の食材を使っておりまして、今回はね、高知尽くしの一皿となっております。ということで、早速いただきます。まずご飯物、これ昆布巻きですね。まずこちらがサーチ料理の1品目の昆布巻きでございます。うん、あ、うまっ。柑橘系が効いてるね。柚子かな。シマントはブシュカンとかなのか分かんないけど、柑橘系の香りがしますね。ちょっと新鮮なうちにね、カツオさんを、よいしょ。でもね、高知のカツオね、新鮮なんで臭みが全然ないらしいんですよ。おすすめは生姜とかではなく、このニンニクとお塩とかが田原節の田原さんのね、おすすめみたいです。カツオちゃんに生ニンニクプラス塩で、うん、うまくないですか。やばいっすね。カツオがね、関東に戻ったらもしかしてカツオが苦手になっちゃうかもしれない、これ知ったらちょっとこれ、サバの姿寿司こんな感じでございます。うん、うまっ。締め加減ちょうどいい。締めすぎてないので、ちゃんとね、身もプリップリしてて、これマジでうまいわこれうまっ。とお醤油にくぐらせて、こんな感じで、今回ね、ご用意いただいたお醤油も高知のやつらしくて、たまり醤油みたいなまろやかなんだけど甘みもあって、全く尖れないんで、臭みのないカツオにぴったりでございます。はい、そう、これカツオ用に塩ポン酢もいただいたんで、ちょっと初体験なんですけど、塩ポン酢、これうんまこれちょっと持ち帰りたいよ。持ち帰りたい、マジで。これ家でちょっとこの塩ポン酢やりたいぐらいうまいですね。ほら、お醤油にこんな感じ、ちょっとだけつけまして、こちらがサンマの甘露煮ですね。うん、ほろほろでうまっ。これがサバの竜田揚げでございます。うん、うまっ。あ、全部うまいよ、全部うまい。ちょっとあったかいうちにこのご飯もめっちゃおうかな。チーラも高知のうなぎを使った、これ特上のうな丼でございますうな丼やばいかも。うな丼やばいっすね。ふわふわのトロトロだ、このうな。
どっちかってその溶けるタイプって量を食べられないじゃないですか。でもこれはもうお酒でもご飯でもいくらでもいけちゃうなぎですね。川のもの海のものがうまい検定やっぱいいですね。うん。続いてはこちらの鮎の塩焼きでございます。あ、鮎の綿うまい。ほろ苦くてうまいし、これめちゃめちゃうまいわ。鮎が止まらない。甘いもの食いすぎて若干マイルドしてるね。いいもの食べるとやっぱりなるよ、ね、満腹感じゃなくて満足感がこう満たされますよね。それ、うん。でも本当値段安いですよね。あの表のメニュー表とか見てもこんだけ新鮮な一人前出て、カツオのフライとかも508円とかですよ。絶対関東じゃもうちょっと高い金払ってももうちょっと臭いですもん。やっぱりそうっすね。最後の晩餐になるよ。いやこれマジでうまい。僕手でかいですけど、だいぶサイズでかいですよこれ。1尾やばい。うまっ。身が甘い。ちょっともう我慢できないんで、ノンアルでございますが、ビールの方うわ皆さん乾杯と。アルコール欲しいですね。いや本当高知来てよかったっすね。もうやっぱレジャーとかいろいろね楽しみってありますけど、旅行先で一番醍醐味って飯ですよね。現地飯がうまいのは一番楽しい旅行が。ご飯よりサバの方が多くないですかこれぐらい身が分厚い。その感覚ある。うん。これ箸休めのねおしんこちゃんたちを。多分僕パセリだけで無理ですね。パセリだけ無理ですね。マヨ醤油ガーリック美味しい。マジでうまいですか。食えば分かる。完全にカットゾーンカットシーンじゃん。おこんなにダメ。うおほんとに。いや震えた。おかずローストポークでございます。これだって絶対ビールでしょ。はい、ということでね、ただ今、このサワチ料理とかもう全て他のもの大体食べ終わったんですけども、残りはね、このデザートとなっております。今回はこちらの大福とパイナップルをご用意いただきました。よいしょ。大福と、うん、うまっ。マジでうまい。とパイナップルと、はい、ちょっとこれがラストでございます。うん。うん。ああ、ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいま、サワチ料理すべて完食いたしました。高知にうまいもんばっ
かりですね。今がちょうど11月なんで、こう寒い時に取れるお魚、旬なものもたくさんあるんですけれども、アユなんかはね、もう夏も旬ですし、いろんな四季お料理、美味しいものがございますので、ぜひ皆さんも高知の方に遊びに来てはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。